ましょう、イエーイ。さあやっていきましょうか。本日もやっていきましょう、観光ツアーですね。まずはですね、なんか地下室ね、ここパカッと開いたんでね、まあよくわかんないところに入ってきちゃったということで、よくわかんないって、観光ツアーやる身が絶対言っちゃいけないことなんですけど、言っていきましょう。まあボストンバッグの中にですね、ここのですね、まあ後ほどご紹介するであろう出産所長がですね、たくさんたんまりと隠しているへそくりがこの中に隠れている。まあ大胆不敵にもですね、こんだけね大胆に置いていれば、まあへそくりだっていうことはバレないでしょうという高をくぐっているということで、私が後でこれを中身を頂戴しておうというふうに思います。はい。で、その代わりにですね、新聞紙たくさん詰めていこうかなと思ってね、形が変わらないようにしてればしばらく気づかないだろうという、やらしいことを考えているという次第でございます。はい。で、まあ、いろんな写真が仕込まれているんですけども、あれはですね、おすぎとピーコでございますね。で、こちらに関しては、まあ、かつてはきっと美女だったということでございます。はい。で、まあ、いろんなですね、まあ、本が仕込まれているんですけども、ここに関してですね、健全な本ばかりですので、図書室に仕込まれて観音小説とは違って、安心してお読みいただけたらというふうに思います。はい。で、ここに関してですね、ここ、マダガスカルで有名なゴージャスさんが使ったですね、地球儀、有名な地球儀、こちらに置いているということで、98人にそのネタをやってたかどうかということは定かではありませんが、はい、そんなところですね。はい。で、こちらですね、警察署の全容ということでございますね。後ほどですね、こちらに行ったりとかね、あちらに行ったりとかですね、まあ、ここに関しては今はね、ここから入ろうと思っても DIY でね、さっきの黒丸焦げ茶先輩がですね、残念ながらここを閉めているという状況でございますんで、そこから入ることはできませんので、まあ、いろいろとね、いや、俺も観光ツアーに参加したいんだよって言ってね、窓から入ろうとしている不届き者がいるんですけれども、やっぱり正面からって正面切ってね、入ってくることができないね、不届き者に関しては私はもう遠慮なく制裁してを加えていっているというそんな状態でございます。はい。続いてですね、こちらのですね、こちらに関してはユニコーンというのが分かるんですね。こちらに関してはライオンでございますね。はい。で、肉食系バス草食系なんですけれども、まあこちらがエスパータイプでですね、こちらに関しては毒タイプなんでございます。はい。だからサイコキネスとやったらもうね、毒バリーとかね、毒好きとかところでね、一切勝つことができないんで、サイコキネス一発でこれを沈んでいくということですね。だからまあ彼がね、サイコキネスなんてそんなかわいそうなことしたらあれだよということで、最恵光線で勘弁しといてあげるよということで、まあ最恵光線でぶちのめされ、結局ぶちのめされることには変わりがないという、そんなことでございますね。はい。そんなこんな言いながらですね、はい、今から今日はですね、警察署の地下が一体どうなっているのかということを見せに皆さんにお届けしてまいりたいと思うので、こちらですね、地下へ参ります。チン、まあ、アイテムはこんな感じになっているということで、はい、ちょっと一旦ですね、こっちの方にアイテムをね仕込んでいきましょう。おります。はい。何が待ち受けているのかということで、カチャッと開けると、はい。で、こちらに関しては皆さん足元ご注意くださいね。はい。まあ、非常に暗くなっております上に、さらにですね、階段を降りていくということでありますので、皆さん足を滑らさないように、こけたところで、私のところで、会社でですね、保険に一切入っておりませんので、皆さん自腹でですね、出血多量でね、お亡くなりにならないように血を止めていただくように お気をつけください。で、こちらに関してはですね、ちょっとね、ご紹介するのも忍びないっていうくらいなんですけれども、まあ、残念ながらですね、こちらに関しては、あれなんですね。はい。爆発物が あるというだけではですね、こちらに関しては、観光をするというところでですね、観光を準備するためのですね、アイテム等々がいっぱいって仕込まれていたりとか、工事現場のね、ものが置かれていたりとか、等々がしているので、まあ、なぜね、脱出経路の中にですね、こんなものがたくさん置いてあるのかということは、ちょっとね、口が、裂けてもね、その裏側をお伝えすることってのは残念ながらできないところなんですけれども、まあそんな感じでね、こんな風に、我々のですね、皆さんをお迎えするにあたってたくさんの準備をしているんですよっていうことですね、クリーニングインプログレスということで、清掃中ということでございますんで、まあ、そこはですね、ご勘弁いただけたら幸いでございますということでございます。はい。で、こちらの方がですね、今回、おすすめ、皆さんと共にですね、進んで、お伝えしていきたいというところ、こっちになっているということでございます。はい。で、ここ、ボイラー室になっておりますので、気温がですね、まあ、90度近いところになってますね。あまり長くいるとですね、皆さんが燃え散らかってしまうというところでございますんで、まあ、できればね、早く抜けたいということなんですけれども、なんかちょっとね、観光ツアーに参加していないはずのね、今回、成人の皆さんでお届けしているはずなんですけれども、今ちょっと小さい女の子がね、駆け抜けていったということでございますんで、ちょっとね、その彼女に関してはですね、ちょっとよろしくないというところでございますんで、今から排除しに行きましょう。はい。もう老若男女関係なくね、ちょっとね、ツアーガイドをね、脅かすものに関してはですね、ちょっとね、もう本当にね、心の底からね、ぶちのめしたいという気持ちがいっぱいあるんですけどね、どうぞ、かかって注意したいと思いましょう。はい。で、こちらの方進みたいんですけれども、ちょっとね、私どものですね、職員がね、ちょっとね、あまりにも腹付けをするのが下手くそすぎてですね、たくさんのものがちょっと散らかっているんで、ちょっとこちらのコースをね、進むことは断念しですね、こちらの方に進んでいきたいというふうに思っております。はい。で、こちらの方行きましょうか。ということで、こちらもですね、ちょっと進むことができないんですけど、ちょっと、おそらくですね、2トンの岩をね、転がすことができるね、方の妹からするとね、こんなものは簡単に、無理。
無理でございますね。はい、残念ながらちょっとすることはできないんですけども、まあ、あのロリータ金髪全人類の裏切りということですね。あの彼女がね、あのですね、こっちにおいでよーっているの、私が連れてってあげるからということでね、はい、ね、あの本原作とかね、それからね、ダークサイドクロニクルズでバイオハザード6で、あんなに何もしない、あんなに美人で可愛いのになんでこんな感じになっちゃったのっていうね、まあ、このタイプのね感じが好きだっていう方もたくさんいると思うんですが、個人的あくまで一個人的なあの好みで言わせていただくと、私は彼女にはハマらなかったっていう感じでございます。まあ、12歳の女の子にね、あの浴場するっていうのは、もう20歳近く離れている女の子に浴場するっていうのは、もう相当のロリータになってますから、私のロリコンではありません、ギリギリロリコンではありませんので、なんとか大丈夫かなって感じ。まあ、そこそこ、まあでもね、はっきり言っていくと、あの全男性はね、あのね、やっぱりね、あの20歳とかのね、女の子が好きだっていうことはね、まあ、統計的に出ているというか、この目玉親父、お前、ゲゲゲの鬼太郎、どこやって上、その前そんな右手に、来たろー、もしかしてパイプが来たろ、そうか、なるほど、だから一心同体、いや、とってもあれかな、金髪が来たろなのかな、で、右に見えとうとうあれですね、あのゲゲゲの来たろはですね、あの目玉愛しとの合体しちゃったよってことですね。まあ、じゃあもうあれいちいちあの来たろとね、目玉愛しというのがめんどくさいので、はい、もうあのあれですね、あ、焦げてる目玉親父、焦げちゃいましたね、はい、目玉親父、レーシックしたかったのに、ちょっと眼球が見えないでやんすよ、もう落ちる、妖怪界へお帰り申す、もう爆発は嫌だー、うぃー、助かったということで、はい、いや、本当になんなのってね、2回焦げたらなんかもうどっか行っちゃったってことでね、はい、そのことでございますね。まあ、ちょっと叫んだことによってですね、ちょっと喉がいかれてしまったので、コーヒーを飲んで一旦落ち着きたいというふうに思うんです。あんまり夜中にコーヒー飲むには良くないんだけど、僕はなんかあんまり、あれ効かないタイプなんですよね、ブラックコーヒーが。うん、ねえ、もしかしたらあの、あれですね、本当は聞いてるけど聞いてないっていうふりをしてるだけかもしれないですけど、まあ、実際どうなのかっていうところは、ちょっとね、暖かではないんで、なんともいかんともしがたいところなんですけど、観光ツアーを続けたいところなんですけど、ムービーシーンに入ってしまうとですね、どこもツアーするところがないっていう残念な状況になってしまっていますんで、まあ、皆さんですね、この女の子、シリーちゃんにですね、シリーちゃんにどんなあだ名をつけるのかっていうことをですね、あのコメント欄にたくさんやっていただきたいというふうに思います。僕に関してはですね、あのやっぱりね、ダークサイドクロニクルズで出てきたシリーちゃんがとてつもなく可愛いです。バイオハザード6で出てくるシリーちゃんもとてつもなく可愛いということで、ね、やっぱり、あの、RE シリーズにもやっぱり可愛い美人っていうね、そういうね、やっぱりね、あのいくらその12歳の女の子であったとしても、そこのクオリティの高さっていうのを求めている人たち、全男性がね思っていたことではないかっていうことでございますんで、私に関しては全男性の裏切りというですね、タイトルで、あの彼女に名前をつけたいというふうに思います。はい、全男性っていうのが名字、裏切りっていうのがですね、明日の名前というところなので、さっさとはしごを落としたまえ。はい、で、ボイラー室ですね、いろいろとあるんですけれども、こちらのですね、なんかちょっと落ちてるアイテムなんか等々も拾っていきたいなと思うんですけれども、なんかすごいですね、あのこのままバーンというのに上から落ちてきたっていうふうにもかかわらずね、こうきちんと立てられているということでございますね、目玉エリがちゃんといい仕事をしていたんだなっていうふうに、そんなことが、まあ、垣間見えると、そんなことでございますね。はい、で、こちらアイテムカチャンと取ってですね、で、こちらの方でも、ね、アイテムカチャンと取ってね、で、まあ、フォークリフトなんかってもあったりするんですけども、やっぱりね、あの物流がね、今ね、アマゾンとか楽天とかでね、いろんなところでね、ほら、この間、あの半年くらい前にもニュースでありましたよね、あの無料、配送料無料っていうふうに書かないでくれてね、配送のね、あの業界の方々から切なる思いをね、あの書かれていたっていうのがあったりするんですけど、やっぱりね、あの配送をするためにもですね、それを在庫として置いておくためのですね、あれやっぱ倉庫が必要なんですね。で、倉庫の中にたくさんの荷物が置かれているということで、やっぱりこのフォークリフトっていうのが大事になってきますんでね、まあ、まあ、フォークリフトといえばですね、あの有名なもので言ったら三菱とかねっていうのがね、あったりとかしますけれども、はい、そんなところとかですね、あの夜な夜なですね、あの工場を稼働していただいて、ああいったフォークリフトを作っていただくことによって、倉庫にあのとっちらかっている荷物をですね、あのああやってあの軽々とですね、人の手でやっぱり運ぼうとするとね、なかなか大変な身に遭いますから、そういったものをやっぱりあの機械に頼るということは非常に大事なことではないかなというふうに思われたりします。はい。で、この中にツノコがあったりするんですけど、やっぱりね、あの夏場とかね、冬場とかで、ね、あの湿気が溜まってきたりとかですね、それからね、やっぱりあの、むわっとしてきた時にですね、あの布団の下にね、ツノコを引いておくことによって風通しが良くなって、あの、カビ対策とかですね、それからまあ、ダニ対策等々にもつながったりとかしますんで、まあ、騙されたと思ってですね、ぜひね、あの、ツノコをですね、あの、布団の下に敷いて寝るって、まあ、ベッドで寝てる方に関しては関係ないのかもしれないですけども、ツノコのですね、下に敷いてみるということは、あの、ぜひ試していただけたらいいかなというふうに、個人的には思ったりもします。はい。で、ここにですね、あの、なぜかね、あの、ハーブとね、あの赤いハーブと緑のハーブがあったんですけどね、やっぱり赤いタヌキと緑のキッズねって逆だっちゅうねんって話なんですけれども、はい、そんなこともあって、でここピッ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 って操作したことによって、はい、はしごが落ちたってことで、ね、違うよね、はい、彼女が頑張ってね、あのね、12歳の女の子がね、頑張ってね、はしごを下ろしていただけたということで、で、今なんかあの前向きのムーンウォークをしたっていうのが見受けられたんですけれども、そんなことを気にせずに、ね、私ですね、あの拾い忘れのアイテムをね、全部拾っていこうかなというふうに思っております。はい、で、ここにですね、いろいろとね、頑張ってね、あの隠れていたんですけれども、ここに隠れていたってことなのかな、なるほど、うんうん、くん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 、うんうんうん、
まあ、無味無臭でございますね。あ、無味っておかしいですね。はい。無臭はわかるけど、無味はおかしいですね。ペロペロしてるわけじゃないですけどね。まあ、ペロリーナパイセンなんかっていうのはね、洗濯物畳むときなんかにね、いろいろペロ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 したりとかしてるみたいですけどね。これは40代の汗ですね、とかね。本当のド変態みたいな感じですね。で、ここにパイプ室があるっていうのはですね、このレバーをちゃんと引くことができるのかでね、このレバーを引くのもですね、やっぱり、ね、対象年齢がね、あるとかね、握力が 何キロ以上とかですね、だからベンチプレスが何キロ以上上げられる方じゃないとできないっていうね、そういう制限がありますんで、ベンチプレスに関してはね、80キロ以上上げることができないとね、このレバーを引くっていう力はね、なかなかね、身につかないってことでございますんで、ちなみにですね、このクレアに関してはですね、ベンチプレス150キロですね、はい。で、彼女のですね、お兄さんのですね、クリス・レッドフィールドって言って、通称ゴリラっていうパイセンがいるんですけど、ゴリラに関してはですね、380キロ持ち上げることができるんで、もう前、スクワットでも不可能な重さじゃないかという、ね、ママはまあ、2トンの、ね、岩を、ね、ぶっ飛ばすことができるっていう彼ですから、380キロのベンチプレスって、そんなもん軽々上げれますよってことですね。まあ、ちなみに体重が約90キロでございますんで、約4倍以上のですね、重さを上げることができると、とんでもない仕様になっているということでございます。仕様って。早く会えるとね、はい。こちら開けると、アイテムバッ、イェーイ、またまた、アイテムをたくさん拾うことができるなっていうということですね。はい。お父さん、まあ、ツアーガイドやってきてですね、皆さんからね、こんなものも、あんなものもお土産としてどうぞって言って渡され、渡していただくとですね、やっぱり、たくさんのですね、アイテムを持てるようになっておかなきゃいけないかなっていう、そんなことでございますんで、まあ、そんなこと言いながら、ね、こっちの方に進んでいこうというふうに思います。はい。ではですね、こっちの方に進んでいこうと、ですね、はい。タラッタ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 ッ開けて死んでよ、重いんでやんす。お口パクパクモンダミンということですね。はい。で、まあ、駐車場に来たからにはやはりですね、そこに止まってある車が一体どんなものなのかっていうのをね、一台一台やっぱ紹介していくっていうのが観光ツアーの醍醐味ではないかなというふうに思いますんで、まあ、ただですね、ちょっと時間が近づいてまいり、まあ、来ているというところもありますんで、一旦ですね、皆さんにですね、前々からお伝えをしているですね、このですね、ラクンシティ警察署、イン警察署っていうのを何回もやっているということでございますんで、そのイン警察署のですね、署長を務めている まともに喋ることね、出産所長さんにですね、はい、ちょっと皆さんをね、お会いしていただきたいなというふうに思ってます。はい、出産所長さんですねもう完全にね、水分が枯渇してですね、まともに喋ることができないという状況が続いているんですけど、そんなことは気にしないでベラ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 喋っているという、そんな感じでございます。はい、ということでございますんで、まあ、出産どうやって言えるんだろうね、出産って言って、出産所長ですね。はい、まあ、お腹の中から直接ですね、はい、まあ、子供を生み出すことができるというですね、まあ、本来女性の方々っていうのはですね、本当に本当に大変な思いをされてですね、して男性だったらもう死に至るというほどのね、激痛を感じながらですね、子供っていうのを産んでいただくんですけれども、彼に関してはですね、院長としてですね、子供を産むことができるという特殊能力を持っているということで、しかもこれは彼の意に反してですね、お腹の中に仕込まれているですね、子供がね、もう自ら出ていくということで、ぶち破っていくっていう、そういうですね、特殊能力がその後に持っていることでございます。だから彼の名前は出産所長というふうな特殊な名前がついているということでございます。いいのか、はい、ところがですね、まあ、結構ですね、SNS が好きということでございますね。女子大生やっぱり腕を絞ってね、大変俺のマグナムをね、加えさせたりね、あなたや穴にぶち込むっていうことが頼まれなく好きなんですよ、なんてこと言ってるんですね。どういうまあ、まあそういうことをね、どういうつもりって言われたらもうやることは一つしかないですよっていうことなんでね、まあ、とりあえずオープンスタミンしてですね、さあ逃げ回る準備ができたよって、逃げ回る その後ろからお前の穴という穴にぶち込んでやるよってことでございますんで、まずはおっぱいキック、まあ、完全にですね、おっぱい蹴ってね、だから蹴られた方もね、クッション性でブニュンってなってね、そんなに痛くないよっていうので、蹴った方もですね、これがね、アパラとかだったらね、お互いにね、やっぱり多少硬さがあるからね、ちょっと粉砕骨折をお互いにしてるっていう状況だったかもしれないですけど、でもまあ残念ながら、ね、効果ですね、おっぱいの効果がお互いにクッションがあったから痛くなかったよ、大丈夫だよっていうね、そういう優しい仕様になってるということでございますね。はい、で、ママのところを連れてってっていうのがございますが、まあ、ママのところを連れてってっていうのが、ビジョタ塾舎さんですね、ですね、がいるんですけど、ね、はい、おっと、なんかここでなんか大変なことをですね、見つけちゃったんですけど、まあ、彼をボールをキリキリしてるというなぜかね、本当にね、ここの警察署に関してはタイムリミットっていうのが非常に大変な思いをしているということでございますので、まあ、ここまではくぐり抜ければなんとかなったんじゃないかな、ガーン、ほら、ほら、物品を大切に扱いなさいよ。そして、おめえ進んでいくの早いな。あれ切って走り出すっていうスピードがね、まあおそらく時速80キロくらいでビュンって進んだのかな、かなっていうふうにところが、ルルルルルル、下が回っていないってことで。はい。で、無事でいてってことなんですけれども、はい。
ということでですね、はい、一旦ですね、あの先ほど宿直室が私の方で見合ったということでございますので、まあ、こちらの方に戻ってですね、まずこれセーブをして終了とさせていただきたいというふうに思います。その後あいつに借りを返す、はい、まあ、カードキーをですね、あの手に入れてですね、まあ、一旦降りてですね、はい、で、ぶち込んでいきたいというふうに思います。あ、まあ、マグナムぶち込まれたってことはですね、やっぱりこちらからもロケットランチをぶち込まなきゃいけないかなというふうに思っていますので、そんなところですね、ぜひお楽しみいただけたらなというふうに思います。ということで本日のツアーカードお楽しみいただけたでしょうか。一旦ですね、こちらでセーブして終了とさせていただきたいと思いますので、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、ぜひ次回の観光ツアーにもご参加いただけたら幸いでございます。ということで本日のおっぱいはこちらで以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。